はい、毎度です。えー、この前の続きですね。この前のって、えー、っと、これなんですけど。重いまず、えー、ブラストバムでサビを取りまして、ちょっとメッキの剥,が剥げかかってる、えー、この粒々の、ですね、メッキがサビでめくれ上がっちゃって で、その中にサビがあるわけですね。だそれをどうやったら落とせるかって言ったら、まあ、ああのー、もう液体で落とすしかないんですけど。で、中性のサビ取り剤、女性剤のブラストバムを使って、このめくれ上がった、このちょっとで、ボコってなってる、この実は中も錆びてるんですね。ボコっとこのメッキが、クローンメッキが盛り上がってる中が錆びてるわけですから、その中のサビだけを取ると。で、取って、 たら、今度は、ええ、ちょっと、今回ね、特殊なクリアをですね、吹いてもらいましたね。えーっとね、なんつったかな、もう忘れちゃったよ。えーっと、今回はガレージ M さんでやってもらいました。グリングリンに、ええ、はい、こうやって、クリアを吹いてもらいました。 まあちょっと、あのー、硬くて頑丈なものを吹いてもらったんですけど、やっぱり飛び石とかそういうのがあるとね、あの、そっから、あのー、ポロポロ剥がれちゃうぞーなんて言われたんですけど、まあ、これはリアにつけるのでね、あのー、素源に石飛びなんかもないとは思うんですけどもね、うん。裏がこう見ると、ここツヤツヤしてるのわかるかな結構分厚めに <laughs>、あの、塗ってもらったんですね。 なので、ちょっと、リメッキーまではどうしようかなと考えてる人は、このやり方は、まあどうでしょうと。まあお金があるんであればね、あの、総剥離して、またリメッキーすることに越したことはないんですけど、ちょっと今回のような、あの、中途半端なサビ、で、中途半端なサビっていうか結構真っ赤でしたけど、まあそれでもサビは全部落ちたけども、うん、あとは黒メッキの仕上げをまた、 どうしようと。まあ、あ穴が開いてるところは、またそこからね、サビが出てきちゃうわけですからね。それで、じゃあ、まあ、あとりあえずで、あのー、クリアを吹いちゃおうと。だけど、これちょっとよく見ると、やっぱ、とりあえずというよりも、結構、うん、ぬるぬるテカテカのクリンクリンに、あのー、結構分厚めに、あのー、クリアが吹かれてますね。わかるかなこの、ボツボツしてる、 のはカメラではわかるかな点々は見えるけど、こう光に照らすと平らなんですよ。だそれだけ分厚めにクリア吹かれてるわけですね。なので当面ね、海の目の前だったとしても、まあ大丈夫かなと。まあ海の目の前で結局2、3年で真っ赤っかになっちゃったんですけど、 それで、うん、それ以上やばいってことで、まあ、あのー、じゃあ一回サビを取ろうかっていうことで、サビを取って、で、まだメッキの生きてるところはもうクリア塗っちゃえっていう、まあ、そういうやり方もありますよ、という結果報告でした。よいしょおお、もいこれを、某、時計、時計の技師の師匠に渡さなければいけないんですけどね。 あのね、うん、今日は、もう四十何年ぶりにですね、えぇ、ー、名舎に行きましてですね、眼科ね、<laughs> 眼科。あーまだちょっとぼやけてるんですけど、あのー、非文章がもう子供の頃からあったんですけど、今回ちょっと大きい非文章というか、大きい塊が、こう、ぶん、ぶん、ぶんってこう、来て、いや、これー、 どうなんですかねっていろんな人に聞いたら、その糖尿の眼底出血じゃないと、いや、糖尿の毛はねえしなって、いや、白内障だよとか、緑内障だよとか、あのー、なんだっけ、なんとか白利だよとか、言われて脅されましてですね、結局、えー、11歳の頃ですね、ちょっといろいろ目の、あのー、とんでもない治療をしてから、早、 4四十3年、ええ、ぶりに眼科に行きまして、ええ、検査をしました。変な薬をこう痺れるやつをポタってやったら、ああ、なんか痺れるーっていう感じで、その痺れてるーって間に、光をこう当ててこう見てもらったら、まあ、老化現象による非文症ですねって言われて、ああ、そうだったんですか、つって。まあ、ほっとしましたけどね。 あのー、目のモヤモヤはね、もう取れないと。あのー、自然になくなるのを待つか、もしかすると死ぬまでなくならないかもと。だからそのモヤモヤはね、まあ取れないかもしれないけど、心のモヤモヤは <laughs> 取れましたのでね、まあいいよしとするかと。で、2時間ほどちょっとまた本店で仕事をして、だん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 左目も見えるようになってきたんで、ああ、ちょっと、 うん、車で帰ろうと思ったら、やっぱ、対向車のヘッドライトが眩しいんでね、途中で、あ、そうだと思って、あの、パイセンド、あの、板金屋さんに行きまして、あの、このね、メッキのコンチネンタルキットだっけ、なんだっけ、えっと、背面タイヤの、あの、これ、ブラケットというか、それを取りに行って、 行ったついでにちょっと、またそこで2時間ほどお休みいただいて、ペチャクチャペチャクチャ喋って、今後はね、車業界はどうなのよっていう、あの、いろいろお話をしまして、で、やっとお家に、えー、帰ってこれましたけども10、11時でございますね。はい。夕方、 施術して、施術というか、ま、ただの検査なんだけど、あの、ま、それでもまだちょっと、傾向と見るのがちょっとしんどいかなと、うん、いう感じですね。うん。で、えーサビ、おかげさまでですね、あの、YouTube 見たよ、つって、うちのあの、ブラストのバムの方ね、で、あの、ご購入のお客様がね、結構増えて、 で、それプラス、プロってどうやって使うのみたいな。うん、急いでる時かなみたいな。あとは、よくね、あのー、量販店に売ってるこう、シュッシュッシュッってボディやると紫色のジルがバーって垂れるやつなんですけど、それの濃縮版ですね。うちで売ってるのは、ブラストプロの方は。でやっぱ、あのー、なんて言うんだろう。攪拌しても OK。拡拌っていうのはバシャバシャ。バシャバシャやっても OK。 それから、あとは、えー、っと、高温に耐えられると。そういうことで結構ボイラーとか、ああ、それから、あとなんだ、車のラジエーターとかにもね、使ってる人いらっしゃいますね。ただ、車のラジエーターに使ってらっしゃる方はね、旧車とかに使って、ピンホール開いちまったじゃねえかよ、みたいな、あの、あるので、あの、地金は痛めないけど、サビでもうすでに穴が開いてて、サビで、あの、ホールを塞いでるものに関しては、 要するに、サビを食べちゃうので、溶かしてしまうので、ホールが開いちゃうのはもうしょうがないよね <laughs> っていうことなんですね。まあ、それはもう、そのラジエーターをですね、修理をするか、まあ、買い換えるか、ということですね。中をきれいにしたいのであれば、その、サビるまでほっといちゃダメだよね、っつ、話ですね。<laughs> あの、はい。なので、えー、ちょっとやばいな、 そろそろかなっていう前に、ラジエーターはね、掃除しましょう。あと、ボイラーとかもね。あの、ボイラーなんか、スケールって言って、水の赤というかね、よくす、あの、水道の、蛇口の、この、ここのところに白いのがあるやそれスケールって言うんですよね。うん。で、そのスケールなんかを掃除するには、結構ブラストバムはね、あの、いいですね。ボイラーとか、ラジエーターとか。うん。あの、ちょっと、どうだろう。 うーん5%ぐらい入れて、1日ブーンってこう走ると、結構、あのー、スケールとか、そのサビ関係が取れますよね。だひどいサビの場合はもうピンホールはね、もう,う、しょうがないです。うん、諦めてください。ということで今日はですね、えー、ブラストバムでサビを取って、その隙間にからまたサビないように、あークリアを 特殊なクリアを吹いてみたっていうことでした。うわじゃあねー。